皆さんこんにちは。今回の動画はブルーロックアニメ15話クラウについて特集していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていてもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。アニメ15話の内容としては、今話題の馬狼が表紙を飾った7巻52話から56話の一部。前回のアニメ14話から始まった2セレクションセカンドステージ、イサギチーム対馬狼チーム、2対2と同点になっていた試合が決着しました。なお結果から言うと、イサギチームが勝利、4対4になるまで両チームの天才がゴールを決めていましたが、最後の5点目はこの試合で覚醒したイサギのゴールとなっています。やはりイサギの覚醒、試合後にナルハヤから言われていますが、適応能力の天才、新しいパズルを発見し、かつナルハヤの武器をトレースできたこと、やはりナルハヤのシュートミス、イサギよりも1回多くシュート機会がありましたが、イサギのダイレクトシュートをトレースするも失敗。1本目に関してはバローのカバーもあり、そこまで問題ありませんでしたが、2本目のシュート、もしバローにパスを出していればバローチームの勝利、再びサードステージに行けていたかもしれない。ちなみにバローチームが勝っていた世界戦、バローナルハヤナギ、バローチームはナギを選択しサードステージへ。単行本通りにアニメが進んだ場合、本来試合が終わった後にナルハヤ回想が挿入される予定でしたが、アニメではナギの同点ゴールで4対4、イサギの考えているシーンが終わった後にナルハヤ回想が挿入。ちなみにこのイサギの考えているシーン、個人的には今回のアニメ15話一番の見どころ、単行本で味わえない演出でした。ちなみに演出で言うと、イサギがナルハヤの武器をトレースしようと決めた瞬間の盆栽×盆栽、ここも単行本では味わえない演出でした。今回のアニメ15話は単行本7巻52話から56話の一部の内容。アニメではこの56話、人生をかけた証明が始まる前に新エンディングが挿入。新エンディングの映像にもありましたが、2クール目ではバチェラとバローの過去回想が挿入されるため楽しみ。次回のアニメ16話からイサギチーム2度目のサードステージの内容、切りよく単行本7巻の最後まで進行するかなと思います。以上、今回はブルーロックアニメ15話について特集していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。